お、始まったかな。はい、これから、なほのが昔住んでたとこに向かってんだよね、今ね、うん、なんかさっきね、カフェで日の当たるとこにいたらすっげえ暑かったけど、日陰にあると途端に涼しくなるね。気持ちいいね。気持ちいいね。うん。でね、ちょっとパリにいる間に、うん、僕の中で固まってきた考えみたいな話を聞いて、これさっきランチ会したとかね。さっきランチ会したのがこちらです。これ超いい感じだったよ ね、うん、また何らかの形で写真とかもどっかに上がることもあるかな、うん、うん、そうそう。でパリにいる間にちょっと僕の中で固まってきた考えみたいのがあるんだけど、シェアしていい？はい、ちょっとね、僕はね、行動、アクションについてフォーカスしていろいろ今後、発信していきたいなっていうふうに思ってるのね、うんうん、で、よく、なんていうのかな、ふわっとこう願望を叶えるとか、うん、そういうこと言う人いるじゃない、うん、で、あとは、なんだ、強くイメージすればそれは叶うとか、うん、でね、それは何かっていうと多分本当なの、うん、だけど実はその願望とか叶う前には必ずそれを叶えるためのアクションが絶対あるの ね、 そうね、行動がなきゃない。おー、で何、美味しそう、食べたい、見て美味しそうじゃない、大きい、てか今食べたばっかりだけどね、うん、で要はふわっと願望を叶えるっていうのは言葉を変えればどういうことかっていうと、ふわっと行動するっていう、うん、だからそのなんていうの、懐かしい、うん、おー、いいね、うん、こう渡る、うん、これがアベニューボスケです、うん、他のスープとセヌが渡れるんだけど、うん、はいはい、もうこの近くに私は住んでた、うーん、そうだからそのなんていうのかな、もちろんその大きな願望とかを達成するためにね、うん、まあ、その前に、まあ、言うなれば障壁というかチャレンジがあって、うん、そこを根性で、うん、こう気合とか、うん、自分のモチベーションを上げて乗り越えるっていうのも一個の方法だけど、うん、同じだけの行動を取る、うん、だけどそこに気合とか一切なしで、うん、こうなんていうのかな、そのアクションを取れるようになったらそれいい、もっといいじゃない。で、多くの人の勘違いすることって、そのふわっと叶うっていうのは、うん、こうイメージしてればこう願ってれば叶うっていうじゃないかと思って一生懸命祈るだけ祈っちゃって、うんうんうん、で行動が起きないっていう、うん、だから行動を起きることはどれだけ大事かっていうね、うん、で、そのためには何かっていうと、そのなんていうのかな、よく言うとこのその理想の自分になってたらどういうようなアクションを取るかってことを考えること、うん、なんか反応したけど、何に言ったの、かわいいと思って、うん、前子供のね、お店なんてこの辺り住んでた時は、あ、メモくれなかった、ま、そうだよね、ボラフィクレアセラと、はい、この道です。お、この道、ここです。ちょっとじゃあ変えようか。ここが、あ、いつもこの教会の、ちょっと待ってね、さっきここのタイトルになってる、これなんていうの、ルクハっていうのっていうのがこのタイトルになってるけど、ここがナホノが住んでたストリートだね。この教会の、うん、あ、ここの教会っていうのはこの教会、うん、このパン屋さん、だいぶ見た目が変わったんだけど、うん、私はいつもここでパンを買ってました。ここのパン屋ね、はいはいはい、で、この通りにいたんだ。そう、もうこの通りにもうすぐそこなの。ここが噂の、はい、こう、消防車を呼んだところ。そうね。まあ、そこのあたりの内容について興味のある方はぜひナホのストーリーをダウンロードして読んでみてください。
なほののブログから、あ、多分あのダウンロード。消防車のことなんか書いたっけ？書いてるよ。あ、書いてなかったっけ？ほのストーリーでは書いてないんじゃないですか？書いてなかったっけ？多分書いてたと思うよ。そうよ。うん。まあ、じゃあここで話してもいいんだけど、ね、まあまあ多分書いてあると思うからぜひ読んでみてください。おーか、ヨーロッパのカレッジと、そうそう、なんかあれね、行動についての話しようと思ったけど、うん、まあそんな雰囲気もないかな君ねそうそう、よし、んじゃああとは何かこの通りに対する思い出とかある？いやー、まあこの通りに対する思い出はね、今、うん、のようにあるわよね、うん、こうなんて言っていいかわかんないぐらいね、うん、おここにも、まあ、こんなところに日本食のお惣菜屋さんはなかったですが、ね、チノワっていうの？シノワ。シノワ。中国ね。ああ、なるほど。ジャパニーズとチャイニーズって意味ね。うん、でこのプチバトはずっとここにあって。うんうん、よくお買い物してましたね。よし、じゃあこのプチバトっていうのは日本にまだこれね、プチバトが入る前、あ、これ日本にもあるんだ。そう、今花野がちょこちょことあるけれど、あ、え、あそこ、うん、そこそこ、ね、うん、私がすでにちょっと過ぎてきたんだけど、あ、もう過ぎたの、うん、ちょっと気をつけて、お、日産、ちょっとマルシェのある道で、うん、有名なところで、ちょっと確かにここ朝とかマルシェとかやってその雰囲気ね、こんな感じ。お、このねフランプリっていうお店はいっぱいあるよね、うん、いっぱいあるスーパーだけどすごいいいよね。そうあ、ラフロマージュで行って、このワイン屋さんではよく買ってた。ほほほほほ、あの私が行ってたチーズ屋さん、あっちの、ここじゃないんだ、うん、向こうなんね。あ、ナホノがまた上がりそうな花屋があるね。今ね、うちが泊まってるアパルトマンの近くにもすごいいい感じの花屋があるよね、うん、この今閉まってるけど、うん、ここはすっごい有名なイタリアの惣菜店で、うん、私がいた時に16年前とか、おすごく美味しいね。いいとこに住んでたんだね、うん、もうこの本当にキノコが美味しくて、うん、様子が、スプライベッカ、そしてそしてここのキャフィルマッシー、キャフィルマッシー、うん、ここは本当によく行った、ね、うん、なんでここ選ばなかったの、さっき、さっき、うん、カフェ行こうかっていう時に、うん、本当にここはよく来ましたね。カンタンからあそこにあるチーズ屋さん、おお、懐かしい。ここはスパイス屋さんね。スパイス屋さん、スパイス屋さん、
確かにスパイスがドン。ここがパリで3本の指に入ると言われるチーズ屋さんです。懐かしい。私住んでる時はもうやっぱ高級だから全然そんなに来なかったんだけど、うん、それこそさっきあったチーズ屋さんの方で買ってたんだけど。あ、なるほどね、うん。日本でこの匂いのするエリアってないもんね。ないよ。そしてまたもうちょっと、うん、すんごいいいとこね、うん、住みやすそうだし。そうなのよ、うん、やっぱり結構いいエリアなの。うん、いいエリアだと思う。そうだよね。ほんとカフェの文化だよね、うん、こことかほんと目の前がそんな車がバンバン通るところじゃないから、うん、すごくこうカフェでゆったりするのにぴったりで、うん、確かに確かに。ここの私が何度も行ってるステックカフェとかよく食べてたあるかな。多分このオントコデブかわいい、うん、これが多分前よく食べてた。全部食べたくなる。もう今肉食ほとんどしてないのに全部食べたくなる。何、記憶がリコールされて、うん、そうそう。今日はね、午後のすごく中途半端な時間だから、うん、若干閉まってるお店も多いんだけど、うん、週末とかの朝とか、うん、すごくにぎわって。まあだろうね。大都市だから変化もあるけど、うん、16年経っても思い出せるところっていうのが、東京はどうなんだろう、そこがちょっとよく分かんないけど。いや、まあもちろんあるだろうけどね、うん。でもやっぱり石の文化だと、あー、こんなとこにマリアージュファイアってできてるんだ。私が来てなかったです。へー、うん、もう紅茶の匂いがすごいもんね。ね、うん。マルラーはナホロも縁のあるブランドもね。こんなとこできたんだ。ここの郵便局よく来てました。郵便局、ちょっと待ってね、じゃあまた。ジャンポールレバン、あそこ。ジャンポールレバン、お、ほんとだ。日本に入らないからここにあって。見えるかな。
よし、じゃあそろそろあれかな。はーい、はーい、じゃあさようなら。はい、さようなら。おやすみなさーい。